他社へ訪問するときどんなことに注意したらいいでしょうか名刺はありますか資料は持っていますかそして建物に入るときのマナーは大丈夫でしょうかでは会社訪問における いくつかのマナーについて紹介しますまずは必ず事前にアポイントメントを取りましょうそれから5分前には到着することです遅れることは問題外ですが早すぎる到着も迷惑です約束時間の最低5分前ぐらいには受付に到着するようにしましょう 3番目は建物に入る前にコートやマフラーを抜いておくことです最後に手土産を渡すタイミングについてですが年始回りや契約のお礼などで手土産を渡すタイミングは担当者が椅子に座る前か座った直後です紙袋に入れて持参している手土産を渡すときは 紙袋から出すのがマナーです皆さん会社訪問に関するマナーはもう大丈夫ですかそれでは聞き取り練習を始めましょうこれは会社訪問の場面です西川さんは誰にどんな要件でいらっしゃいましたかいらっしゃいませ海上保険の西川と申します 営業部長の井上様にお目にかかりたいのですが。申し訳ございません。営業部の井上はあいにく出張中でございます。もしよろしければ、他の者がお話を伺うということでは、いかがでしょうか。そうですか。では、そうしていただけますか。恐れ入りますが、どのようなご用件でいらっしゃいますか。 電子部品の急食の件で参りましたそれでは係の者を呼びますので少々お待ちくださいませお願いします受付ですが海上保険の西川様が井上部長に電子部品急食の件でお見えですはい承知いたしました西川様係の者がすぐ参りますので どうもありがとうございました答えが分かりましたか分からなかった人は以下の言葉の意味を確認してからもう一度聞いてください先ほどの録音ではこんな言葉がありましたねお目にかかる求所かかりのもの 会場保険ではもう一度チャレンジしてみましょういらっしゃいませ会場保険の西川と申します営業部長の井上様にお目にかかりたいのですが申し訳ございません営業部の井上はあいにく出張中でございますもしよろしければ 他の者がお話を伺うということではいかがでしょうか。そうですか。では、そうしていただけますか。恐れ入りますが、どのようなご用件でいらっしゃいますか電子部品の急所の件で参りました。それでは、係の者を呼びますので、少々お待ちくださいませ。お願いします。受付ですが 海上保険の西川様が井上部長に電子部品急所の件でお見えですはい、承知いたしました西川様、係の者がすぐ参りますのでどうもありがとうございました答えは、営業部長の川上さんに電子部品の急所の件で尋ねたです 皆さん、どうですか。できましたか。次に、録音を聞いて、内容を確認しながら。下線部に入る言葉を書きましょう。いらっしゃいませ。海上保険の西川と申します。営業部長の井上様にお目にかかりたいのですが。申し訳ございません。営業部の井上は。あいにく。 出張中でございますもしよろしければ他の者がお話を伺うということではいかがでしょうかそうですかではそうしていただけますか恐れ入りますがどのようなご用件でいらっしゃいますか電子部品の急所の件で参りましたそれでは係の者を呼びますので少々お待ちくださいませお願いします 受付ですが、海上保険の西川様が井上部長に電子部品給証の件でお見えです。はい、承知いたしました。西川様、係の者がすぐ参りますので。どうもありがとうございました。一番、あいにく出張中でございます。二番、お見えです。 3番「参ります。1番、あいにく」「出張中」でございますあいにくビジネスの場面でよく使われる言葉です目的や期待に沿わない状況になって都合が悪く残念なさまです例えば「あいにく雨が降り出したあいにく」「 旅行中で会えなかった。2番、お見えです。お見えはおいでお越しと同じ来るの尊敬語です。3番参ります行く来るの謙譲語です。例えば私が一緒に空港まで参ります。 最後に会社訪問をする時欠かせない名刺交換のマナーも覚えておきましょう基本的に名刺を渡す時は若年者または訪問側が先に渡します相手が先に差し出した時はまず受け取り「申し遅れました」と一言断ってから名刺を渡します。名刺は相手 手に向けで出します。文字に指がかからないようにしましょう。先歩の名前の漢字が読めなかった場合、名刺交換の際に読み方を確認しましょう。名刺交換は自己紹介も兼ねています。必ず、よろしくお願いいたします、という言葉を添えましょう。名刺交換後は、できるだけ その時点で、相手の名前を覚えるようにしましょう。面談中、名刺は名刺入れの上に置き。相手の名前、役職などを覚えた時点で、名刺入れにしまいます。名刺をしまうタイミングは、打ち合わせなど、話が一段落した時点で、名刺入れにしまいます。相手が複数の場合。 相手側の座席の順に並べ置き、名刺入れの上には、相手側の役職の高い人の名刺を置きます。では、これで今日の授業を終わりにしましょう。最後に、皆さんに質問です。以下の問題について話してください。一、他者を訪問するとき、 どんなことに注意した方がいいですか2訪問する時建物に入る前にしなければならないことは何ですか ?3 欧米では建物に入る前にコートを脱ぐとど,どうなりますかではまた会いましょう。